こっちにもできたのか。汚いな。ダメージ受けたし、下が動いてる。忘れた頃に、もう唇注意、遅いし、なんかあるよ。危ねえ、忘れた頃にってこういうこと。なんか辛さ出るよね。縄につながれた人形が、うわ下がってる。人形は、人形の中に小さく数字が塗ってある。18。扉に暗号のようなものが。ちょっと待って。わけがわからん。嘘つきたちの部屋。ちょっとやだな。どうしよう。どっちから行こうか。もう唇注意って書いてあった。腹減った。食い物やった。お厳しいって、それは。やばいな。どうしよう。石像の正面に立って西に3歩。次に南へ1歩。そこが正解。おっと、なんか難しいぞ、これは。白い服が言ってることは本当だよ。本当のこと言ってるのは緑の服だけだよ。石像の正面に立って東に2歩、次に南へ2歩、そこが正解。黄色の服に同意。どういうこと？仲間外れが1人。どういうこと？やめて、ここなんかやないかもさ。さて、これで、本当のことを言っているやつが、ちょっと仲間外れが一人いる。仲間外れが一人いるっていうことは、一人だけが嘘つきってこと？ちょっとそういうわけじゃないよね。ちょっと待って。これのように頭の悪いやつを一つずつ試していった方がいいんじゃないか。白い服を言っていることは本当だよ。ってことはこいつが本当のことを言ってんのかな。東に2歩、次に南へ2歩。東にどこを起点にしてんだ。ここか。ってことはここが、違う、ここが正解。けど、ファッ、どっからだっけ。ちょっと即死パターンか。どうしようかな。どうぞ、下車。どうしよう。一つずつやってた方がいいかな。三歩、西に三歩、まあ、この中のどれかが正解だっていうことだよね。西に3歩、南に1歩。西ってどっちだろう。西って右側かな。違う、左側か。ここからか。ここから1、2、3って南。南は下だよね。ダメージは一気に2くらう。じゃ、ここじゃない。東に4歩、次に北へ2歩。そこが正解。この方角の場所がちょっと分かってない気がする。びっくりした。何回やってもびっくりした。
ちょっと待って、東とか南とかちょっと分かんないんだけど、ここかな、逆やってた、あ、ここじゃない、ちょっと待って、東に4歩、北に2歩、どこが来てるのか分かんないんだよね。あった、ここだ、タイルの裏に数字が書いてある、4、えっ、ええ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 うえうえうえ、何これ、嘘つき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 、うわ、4184、そんな単純じゃないよ、多分これは何なのかっていう、全然何も起こんないし、4ってなんだ、てかこれがなんだ、まず分からん、緑かける赤足す青、これ何のこと言ってるの、全く分かんないんだけど、ちょっと戻ってみよう、関係ないか、ここは関係ないんだよ、これだ、どういう意味だ、ちょっとやばいぞ、分からんぞ、どういう意味、4、違うな、4、なん、あの4っていうのはそもそも何なんでしょうね、タイルの裏にあった4っていう、この玉の意味も分かんないし、どうしよう、このままもう新聞がないんじゃないだろうか。
よく、ああ、ちょっと待って。よく見ると真ん中に小さく数字が書いてある。9。ちょっと待ってよ。49。49。4と9。9が今度出てきます。どういうこと？この数字の色は9。赤でしょ？赤。この人形は緑が18。緑が18だから4、9。9が青で緑が18だから緑が18×4。18×4 はいくつだろう？18×4 足す9は81。81か。81。違う。あ、ちょっと待って。18？18×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 
18×9 足す4か。18×9 足す4。166。そういう意味かな。あ、いた。あ、数字の色だったのね。木のオブジェにリンゴが乗っている。木のリンゴを手に入れた。ちょっと待って、絵の方はなんかない。なんもないな。リンゴ、木でできたリンゴ、少し甘い香ります。これだけの部屋？うう、あと1機しかないじゃん。やばいよ。やばいやばい。あんまり端っこを歩かない方がいいのかな。こいつに、あ、待って待って、さっき唇がどうのこうのって言ってたから、こいつにリンゴを。その食い物をよこせ。木のリンゴをあげる。うまい、これ。お前気に入った。ここ通す。俺の口の中くぐっていけ。おお、なんかギロチンの絵が上と。ええな。あんなトラップがあったよ。ちょっとなんかいたぞ今。いぶき。あ、ここはなんか見たようなのが。うん。なんとかもよ。兄、うん、なんのこっち。心の傷。あ、さっきのあった絵じゃん。赤い服の女。おおおおおお、ふざけんなって。おおおおマジかよ。ちょっと待って、こっち来んなよ。心、こっち来てるしね。どうしよう、こっち来い。あと1ポイントもダメージを受けてないんだってば。鍵が上がってるし、あー、これが鍵か。やったー。ふう、入ってこないよね。
うなんかノックが聞こえるんだけど、ここの女性はすぐに人の物欲しがる、目をつけられると大変である。なんせ彼女たちは自分が満足するまで何とかに追いかけてくるからである。どこまでもどこまでも弱点があるとすれば、彼女たちは自分で扉を開けることができないことだ。そうなんだ。じゃあ入ってこれないってこと。ゲルってな、ゲルナが描いた色じゃない絵を持っている。本の間に髪切れが挟まっている。楽しい？楽しくない？怖いよ。やばいやばい。いや楽しいけど、めっちゃ独り言言ってる。そう、実況って一本は違ったらすごい独り言ばっかりですよね。クレヨンって書かれたよ。お？何何？うっかりさんとガレットデロワ。お誕生日おめでとう。ありがとう。今日はあなたのためにガレットデロワを作ったの。何それ？このパイの中にコインが入ってる。食べたパイの中にコインがあったら、その人は幸せになれるのか。面白そうでしょ。じゃあ切り分けるよ。さあ好きなの選んでいただきます。うん、あ、どうしたの？何か硬いもの飲み込んじゃった。あはは、うっかりさん、きっとコインだ。どうしよう、コイン小さいから大丈夫よ。じゃあ片付けてくるね。どうしたの？書斎の鍵を知らない？書斎の鍵？それならいつもこのテーブルに、あれ？コインだ。このコイン確かパイの中に入れたはずなのに、もしかしてどこ行ったのかしら。お父さんに怒られちゃうわ。どうしよう。ではうっかりしてたわ。鍵見つけたよ。今ドア開けるね。うわ、そういうことかよ。何かの音がした。腹をかっさばいたっていうことか。回復した。おお。まだ動いてるよ。なんかいるし、どうしようかな。ちょっと調べてみようか。うん、男の人の手に鍵が握られている。取ってみる。声をかけてみる。痛い。苦そうにしている。いや、やめ、警報か。とても苦しそうにしている。なんかいる。頭がない像がある。動かせないな。ある時あなたも打ち張っている。これさっき書いてあったやつやな。青い花びらが落ちている。お、なんかいるよね。どうしようどうしよう。やめてやめてやめて。おお、鍵があるよ。
やべえ。どうしよう。え、どうしたらいいんだろう。絶対なんかあるよな、これ。ちょっとこっちに行ってみよう。どうしよう、全然わからんくなってしまった。おお。ここ関係ないのかな。やばい。どうしよう。やばいやばい。ああ。右の部屋に行った時頃からです。青い服の。どうしよう。どうしたらいいんだろうな。何か集めてるみたいなんだよな。この椅子を使って、あの、ね、窓から登っていくっていうこと。おー、金。どうしよう。どうすかな。とりあえず、バラを取って、何かをすればいいんだと思う。ここは関係ないのか。あ、こっちに刺すのかな。こっちか。青いバラを行く。このバラをどうすればいいんだろう。こっちの小石に渡すとか。え、違う。関係ない。こっちかな。あ、起き上がった。誰だこいつ。あら、苦しくなくなった。ん、うわ、今度は何よ。もう何も持ってないわよ。そういうこと。あ、あれ、あんたもしかして美術館にいた人。そうでしょ。ああ、よかった。私の他にも人がいた。そっか。じゃああんたもなんでこんなことになってるのかわからないわけね。私の方も大体同じ感じよ。やっと人がいたな。おまけにこのバラ、花びらちぎれると自分の体に痛みが出てきてさ。さっきは死ぬかと思ったわ。取り返してくれてありがとうね。ああ、この人のバラだったのか。で、とりあえずさ、ここから出る方法を探さない。こんな気味の悪い場所ずっといたらおかしくなっちゃうわ。そういえばまだ名前聞いてなかったわね。私はギャリーっていうの。あんたはイブっていうのね。子供じゃ危ないから私も一緒についていってあげるわ。
行くわよ、イブ。おお、ギャ。今のはちょっと驚いただけよ、ほんとよ。とにかくこういう変なのがいるからさ、気をつけて済むわよ。おお、仲間になったっぽい。ちょっとセーブしよう。おお、仲間が増えた。難しくて読めない字。あ、これのタイトルのこと？抽象的な絵図、絵画って映画ですって。OK。どういう？何？意味？つまり抽象的な絵画よ。まあ、とにかく読めない文章は読んであげるわよ。これで読めるよ。何これ邪魔ね。イブちょっと離れててくれる？いっと。ああ、動かせるんだ。よし、これ通れるんやった。それで行きましょう。